ドジャースファン男女が不適切行為。25日にドジャースタジアムで行われた第1戦でフレディ・フリーマン内野手が逆転勝利に導くサヨナラ満塁本塁打を放ち、6対3で勝利した後、興奮したドジャースファンの男性とパートナーと思われる女性が体を密着させて腰を振る動画がネットに投稿されたという。女性はベンチに手をついて尻を激しく振るトゥワークダンスを披露しながら男性に体を密着させると、男性は手を振って踊りながら女性の腰を掴んで激しく自分の股間を当てる様子が捉えられている。これを撮ってたテレビ局は盗撮で逮捕されないんだな。アメリカでは NFL のレギュラーシーズンより視聴率低いよ。ホームランボー、可愛い女2人組が服をまくり上げてバストトップをあらわにする動画も流れてたな。あろたあいつら興奮すると止まらんしな。動画早くしろよ、パンツ脱いでんだから。こないだもおっぱい出してた2人組いたな。野球って民度低いな、サッカーでもやらねえよこんなこと。ドジャースファンの民度は世界一ゴミだから仕方ない。動画もなしにすれだてかよ。ドジャースが WS 優勝したら来年 LA の出生率上がりそう。ご視聴ありがとうございました。